はい、今回はガンダムの新作がやってるので、独断と偏見で初心者にもおすすめできるガンダムシリーズを紹介したいと思います。おすすめ順に紹介するので、年代はバラバラです。ってことでまずは、ガンダムビルドファイターズ。これはストーリー、作画、BGM、どれをとっても最高のアニメで、近年の作品の中では誰もが納得する面白い作品です。まず、初心者はここから見よう。個人的には15話がめちゃおすすめです。次、ガンダムビルドダイバーズリライズ。欲を言えば、前作のビルドダイバーズから見てほしいんですが、これだけでも十分楽しめます。それぞれのキャラがいるんですけど、そのキャラが成長する様子が、本当熱くて最高なのでおすすめです。そして、次、ガンダムユニコーン。これは大人がかっこいい物語。劇場公開してたので作画もめちゃいい。主人公のバナージ君を理解できるかどうかで、評価はちょい変わってくるかなって思います。まあ、こんなとこですかね。他にもシード、シードデスティニー、ダブルオー、鉄血、エイジ、ジーレコ、アールド、キーローズ、ビルドリアル、トライ、などなどまだまだあるんですけど、今回は3つにしておきます。以上、初心者におすすめするガンダムシリーズのお話でした。